ワッコファン、 DeNA がソフトバンクを下克上して日本一になったら CS のルールが変わるの？いくらカープが分が悪くても交流戦 CS は賛成派なの俺は。単純に楽しいし長く野球見れるしね。負けるやつが悪いってのは分かるけど、 CS の意味やら優勝の意味やら。阪神、巨人、横浜の3チームがホームで試合しており、興行的には大成功。なお広島、42谷の貯金者で日本一言われても。そういうのは CS 始める前に散々議論した。それでもなおメリットの方がでかいから CS 始めた。優勝と日本一どっちが勝ちあるか議論これから出まくると思う。変わるわけないよ、面白いし。文句あるなら3位から CS 特化すればいい。横浜ロッテだけの特権じゃないんだから。今回砂野も試合間で優勝チームが不利と言ってた。でも下克上が逃げたら面白いというのはあるレギュラーシーズンの優勝とは別物ってことで。 CS はそのままでもいいけど、もう少し先に言わせた5番ステージは欲しい。セノファンからしたらベスターズは一番調子乗らしたらダメなチームってのは周知の事実。この話題、儲かるから変わらん。ゴロンパで一回集めたことないわ。下克上は CS の醍醐味、下克上優勝はドッカマガイモマスカイは残る。もう少し経ってただけで横浜とか強力だったかも。42の貯金って言っても別に全部が負けたわけじゃない。短期決戦は運もあるが、一番大きいのは采配と選手起用不調の選手を我慢している暇はない。横浜はパリーグだったら貯金43だったかもしれないのでセーフ。そもそも3位の CS って日本シリーズ行けなきゃ赤字だし、1位2位は1試合ごとに数億入ってくるからやめないでしょ。敗者復活戦あるとペナントレースが盛り上がらない。実際は CS のおかげで終盤まで集客できてるという事実。3位からの日本一は横浜とロッテの2回しか起きていないからいいバランス。ただ下克上日本一は記憶上は日本一でもあくまでも下克上なので、優勝チームへのリスペクトだけは忘れないようにしたい。